今ね、四国の山奥、なんかめちゃくちゃ細い道走ってるんですけど、なんかね、ランプがね、ついてるんですよね。皆さんおはようございます、ちがみなです。本日どこにいるかというと、ここは愛媛県内におります。新居浜というところの地域に泊まっているんですけど、今日は高知県の UFO ラインっていうところをね、走りに行ってみようかなと思います。それじゃあ今日のカブ旅スタート。現在時刻は8時15分、愛媛県内を走行中です。それでね、今からどこに行くかというと、 UFO ラインをね、目指して行っちゃおうかななんていう風に思っています。で、私実は四国何回かね、訪れたことあるんですけど、 UFO ラインは未だに行ったことがなくて、動画とかではね、見たことはあるので、なんとなくの雰囲気的なものはイメージつくんですけど、いや、まあ実際にね、行ってみると行ってみないとでは全然違うと思うんで、今日はその UFO ライン行ってみちゃいたいと思います。多分おそらく絶景や。おう、あ、待って待って、それいる待って、それそれいた猿おった。びっくりした。なんか歩いてんなとか思ってたら、めちゃくちゃ猿いたんだけど、まあ、ちょっと野生動物とかも四国出てきそうなんで、ちょっと気をつけていきたいと思います。ちょっと可愛かった。私はね、鹿とウサギと猫ぐらいバイク乗りながら出くわしたことあるんですけど、ちょっと猿初めての経験で興奮しちゃいました。そりゃビビるわな、いきなり猿出てきたら。それで通り道に道の駅があるみたいなんで、そこでね、一回ね、休憩を挟もうかなと思います。ちがみなの動画というわけで、道の駅マイントピアペーシーにやってきました。それでこの道の駅に来た目的がありまして、これです、これ、みかんソフトクリーム、これがね、食べたくてこの道の駅にやってきたわけなんですけど、今ね、朝早すぎてまだ開いてなかったです。まあ、なのでちょっと一旦休憩がてら、なんか自動販売機だけはやってたんで、そこで何かしら購入して、しばし休憩したいなと思います。こやつや、こいつで温まるぞ。電車休憩スポットでおしるこタイムです。これでちょっと温まりたいと思います。朝は冷えますからな。じゃあ、はい、いただきます。で、粒をね、均一にする作業ですね。あっち、熱すぎて力入らん。いきます。うん、おいしい、温まる、うん、最高なおしるこタイム。やっぱツーリング中に飲むおしるこって楽しいね待って、ご飯を食べた時の感想、楽しいっておかしいかもしれないんですけど、楽しい。ちがみなの動画で、今四国のね、山奥にね、ちょっと入ってきましたね。さっきまで結構都会な感じだったんですけど、もう本当に四国の特徴なんじゃないかなって思うんですけど、都会と田舎が密着してる感じがして、都会から一瞬外に出たら一瞬で田舎になるイメージがあるんですよね。ここの道いい、はあ、隣に川が流れてて気持ちいいよ。オレンジ色のランプ、あれいつもついてるっけこれ。今ね、ちょっとね、UFO ラインを目指して四国の山奥、なんかめちゃくちゃ細い道走ってるんですけど、なんかね、ランプがね、ついてるんですよね。いつもついてるランプだったか、ちょっと全然記憶になくて、これ何のランプだろう、ちょっとわかんないんで、止められるところあったら一回これ止めて、なんでついてるのかちょっと調べたいと思います。なんでだろう、でも止められるところがないからな、どうしよう。とりあえず降りるか、行けるところまで行きたいけど怖いので、どっかで一回止まって、このなんかよくわからんランプのを調べたいと思います。終わったかもしれん、どうしよう、どうしよう、大丈夫かなこれ。え、でも止まれる場所が泣きにしも泣きこの道やばすぎてずっと一足なんだけど、もうエンジンをさ切ったらさ、何かがあるんじゃないかと思ってずっとね下ってきてます。水道の蛇口みたいなこのマーク、なんだろう、何を示してるのかわからなすぎて、ひらがなで書いてほしい。もうほんとさ、 UFO ラインまで行く道間違えたわ。こんな山奥でさ、取り残されたらさ、もうほんとさ、絶望の淵だよ。
本当もうなんかドキドキしちゃって、いつ止まるんじゃないかとか思っちゃって、もう本当緊張してるんだけど、もうやだ、帰りたい、無理、怖い、こんなところやだ。さっきまで四国のめちゃくちゃいい道走ってたんですけど、道ミスったわ。もっと念入りに調べときゃよかったよ。もう無理。しがみなの動画。めっちゃボロボロ。今ねやっと下界に降りてきて、道の駅がたまたまあったんでそこに寄り道しました。もう本当に怖かった。この気力を一番消耗した瞬間で、まだねちょっとランプがついていて、どんな症状なのかわかんないんですけど、でこれから調べて消えないかどうか試したいと思います。はい、というわけでね、このランプね走っている時ね全く消えずにずっと光ってたんで、このままエンジンさ切ったらもうつかなくなっちゃうんじゃないかってちょっと心配なんですけど、一回切ってもう一回つけ直そうかなと思います。ちょっとやってみますね。つける、一足に入れてみる、うん、うん、違うな、ニュートラル、うん、消えないね。ですね、ちょっと多分問題が起きちゃって、なんかあのオレンジ色のマークライトがついてて、なんか蛇口っぽいようなマークなんですけど、多分エンジンランプがなんかずっとついてる気がするんですよ。しがみなの動画。はい、というわけで道の駅コノカでスーパーカブちょっとチェックしたんですけど、エンジンの警告灯のランプがついていたので、このねスーパーカブ C125 を買ったお店に一旦連絡しました。それでね、このランプが表示されているとどこかしらかにね影響が出ているっぽいみたいで、それがね一過性のものなのか、もう修復しなくちゃいけないよみたいなものなのか、それがねどっちなのかっていうのはちょっと見てみなきゃわからないってことだったんで、もし走りに異常がなさそうだったらこのままホンダ系列のお店に持ってってくださいってことだったんで、ちょっと今からここから一番近いホンダドリームに行ってみようかなと思います。それで今頃本当はね UFO ラインを走行している予定だったんですよね。今日はね結構緩めのスケジューリングをしていたので、メインが UFO ライン、 UFO ラインを満喫するぞって感じだったんですけど、そのメイン到達前にランプ点灯事件が起きちまったんで、もうねこれはね UFO ライン断念したいなと思います。本当はめちゃくちゃめちゃくちゃ行きたかったんですけど、ちょっとこのランプをつけたまま走ってて、もしね万が一何か起きたらそこの山奥で取り残されることになっちまいますんで、人里に降りてお店でね見てもらおうかなと思います。まあでもなんかね環境とかでもこのランプが一時的にねついちゃうことってあるみたいなので、もうそれであることを祈るばかり。もう今回の旅はさ四国がメインの旅なのよ。頑張ってさ2日間でさ四国にたどり着いたのに、四国を満喫することなく終えるとか結構さしんどいじゃないですか。なんでできればこのランプのきらめきが一過性なものであるようにと今祈っております。うわー、これでさカブ入院とかなったらさ、もうさ本当にさしんどすぎるわ。しがみなの動画。はい、あとねおそらく4分ぐらいでね装着かなと思います。でここね行きも通った道なんですけど、もう一回走ってるんですが、とりあえずあともうちょっとで本田さんに着くと思うと安心感があるわ。もうちょっとで到着するよ、よかった。とりあえずね本田さんまであともうちょっと無事に到着するそうでよかったよ。何もともないことを祈るばかりです。ここあともうちょっとある、ある、ある、あるはず、あるはずだけど、どこだ、どこにいるんやとね。もうあったあったあった、ありました、到着。はい、到着。
ちがみなの動画、無事に戻ってきました、スーパーカブ。というわけで本田さんのお店でカブをね見てもらいました。なんとね、今回のこのランプがね点灯してしまった原因みたいなのについてなんですけど、一過性のものでした。というのもね、エンジンの噴出するところが濃くなってしまったというふうに認識されちゃったみたいなんですよね。で、なんでその現象起きるのってことなんですけど、なんか標高が高いところに行ったりとかすると稀にそういう風にコンピューターが勘違いしちゃうみたいなことがあるっぽくて、おそらくそれなんじゃないみたいな感じで教えてもらいました。いや、いやはやもうね、よかった、戻ってきてよかった、本当に助かったよ。このままさ、四国の旅続けられないんじゃないかなって思って結構心配してたんですけど、もうね、このオレンジのライトも無事にね消滅しました。よかった、本当によかった。なのでこれからもね、明日からまた四国旅続けていけそうです。それじゃあね、まだまだ早い時間ではあるんですけど、ちょっとね、山奥でランプが点灯するっていうのは結構なかなか精神的にもうわーってなっちゃったんで、ちょっとお疲れなんで、そろそろね本日の宿に向かおうかなと思います。それではね、最後まで動画を見てくれてありがとうございました。この動画が少しでもいいねって思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram をやってるので概要欄からフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。